相手に。相手に、相手に、英語、フェーズトランジションとは、ある系の層、フェーズが別の層へ変わることを指す。しばしば相変体、相変体、英語、フェーズトランスフォーメーションとも呼ばれる。熱力学、または、統計力学において、層は、ある特徴を持った系の安定な状態の集合として、定義される。一般には、物質の三体、個体、 型症、液体、液層、気体、気層の相互変化として理解されるが、同症の物質中の物性変化、結晶構造や密度、磁性など、や、規定状態の変化に対しても用いられる。相転位に現れる現象も単に、相転位と呼ぶことがある。何をもって、相と定義するかは分野によって異なる。例えば、平熱力学の範疇では、安定状態を、 熱力学的状態として定義できないため、純安定状態の組を層として定義することもできない。純安定状態を扱うためには、純安定状態においても、平行状態と同様に温度や圧力などが定義でき、平行熱力学の枠組みで扱えることを仮定するなどの工夫が必要になる。K の層が種多したように考えられるのと同様に、相転移の機構も、 また、対象とする系とその層によって様々だが、相転移が起こる理由はその系にとって、より安定な系の状態が現れたためである。その状態が安定かどうかは、例えば熱力学では、温度や圧力、磁場、電情などの組み合わせによって決定されるが、微視的には、原子や分子、あるいは各子や電子間の相互作用や、それらとバトンの相互作用などが寄与している。 相転移の顕著な例として、氷が水になったり水が水蒸気になったりする、型症や液槽、気槽の間の転移のほかに、異なる多型や同素体への転移が挙げられる。炭酸カルシウムがバテライトからカルサイトやアラゴナイトへと変化したり、炭素がダイヤモンドからグラファイトへ変化したりするのがその例で、ある。他にも様々な相転移があり、その代表的な例として、 以下のものがある。相転移を検出する技術としては、資産熱分析などがあり、例えば合金の構造商転移などに対して用いられる。相転移を起こす温度や圧力などの状態量の値の組を、転移点、変態点、フェーズトランジションポインツと呼び、特に転移点上の温度を、転移温度という。特定の物質において、転移点は、 熱力学的状態により決定される値であり、例えば特定の成分系の液層、基層転移点では、圧力値など状態値が指定されれば、残りの状態値である温度、すなわち沸点は1位に決定される。このように相転移の状態値を温度圧力の合図上では、転移点は連続した線分を形成する。転移点の例を次に示す。相転移は対別すると順安定状態を持つ。 第一種商店位と、それを持たない、第二種商店位に分類される。これとは別に、ポール・エーレン・フェストの分類法では自由エネルギーの、温度あるいは、圧力の N 回微分が不連続点を有する、場合を、N 次商店位と呼ぶ。例えば、1回微分が不連続点を有する場合を1時、総店位、2回微分が不連続点を有する場合を2時、総店位と呼ぶ。 転移転が一時相転移か二次相転移かの別により、一時相転移転、二次相転移転と呼び分ける場合もある。一次相転移と第一種相転移とは一致するが、エーデンフェストの二次相転移の定義に該当しない、工事相転移も第二種相転移には含まれる。なお、実験的には誤差の存在により、自由エネルギーの工事の微分が連続なのか、 不連続なのかを見分けることが難しい場合が多いため、二次以上の工事の相転移を区別せずに、工事表転移など飛ぶこともある。相転移は自発的に生じる場合もあるが、一時相転移のように、順安定状態を持ち得る場合は、加熱状態や加齢却状態のように転移点を超えても、相転移を生じない場合がある。このような順安定状態では何らかの、 外的要因で核となる新しい層が発生し、それが引き金となって系全体に相転移が波及する。物質の三体の間の状態変化はいずれも代表的な第一種小転移であり、次のように呼び分けられる。第一種小転移の転移点は圧力により変化する。物質固有の三十点以下の圧力では、液層が存在しないため、蒸発や凝縮、誘拐や 競技の凝固は起こらない。また、臨界点以上の圧力では、基層と液層の相違がなくなり、単一の層しか存在しない。一時相転移転の前後では、エントロピーやモル熱容量などが不連続である。そして、前後の化学ポテンシャル μ、μ とは一致し、相転移の状態にある二つの層には、クラウジウス、クラペインの式が成立する。第一種相転移は、 純安定状態を持つので、固体表面や空間に浮遊する、吸湿性の微小粒子や、イオンなどの刺激するものが存在しないことが原因で、加熱状態や、加冷却状態のように転移点を超えても、相転移をじない場合がある。すなわち電子レンジで加熱した水の突沸や、放射線検出器の切り箱、泡箱の原理は、この第一主称転移の純安定状態に由来する。 物性としての蒸発のしやすさ、しがたさを、揮発性、不揮発性という。液体の表面張力に打ち勝つ、熱運動エネルギーを持つ分子は蒸発することができる。言い換えると、蒸発する分子は、液体表面への付着についての仕事関数を超える、力学エネルギーを持っている。従って、蒸発は、液体の温度が高かったり、表面張力が低かったりするほど早く進行する。 また、理想気体あるいは、理想液体では圧力に依存してその振る舞いを変えることはないが、実際の物質の場合には高圧になると気層と液層の振る舞いに相違がなくなる。その限界の転移点を臨界点と呼ぶ。その臨界点を超えた層の状態を超臨界状態と呼ぶ。熱的現象としては、第一種小転移が進行中の位置成分系は、 圧力が一定の場合、K の温度が一定のままでの境外への熱の放出、あるいは吸収が見られる。このような気候で生じる熱を、転移熱、転移熱、ヒートオブトランジション、または、千熱、千熱、零点とヒートと呼ぶ。そもそも熱の定義は物体に作用することで、温度変化をもたらす、物理量で、あ、一時相転移転移以外の状態では、熱の作用は、 温度変化をもたらすのでこの場合を、剣熱、センシブル、ヒートと呼び、一時相転移転において、作用により温度変化を生じない場合を線熱と呼び分けたとに由来するので、剣熱と潜熱とで、物理量である熱として違いがあるわけではない。相転移前後を状態、状態とした場合、それぞれの層の生成エンタルピーエッジ、エッジの層量の差分だけ、転移熱が発生する。 転移熱の単位は、質量あたりの熱量、または物質量あたりの熱量で示される。例えば、水の融解熱は 333.5J、G、気化熱は 2256.7J、G である。次に転移熱に該当する、熱現象を次に示す。代表的な第二主張転移である、物理現象としては、一部の構造商店磁気層店員、 常電動から超電動状態への手に、液体ヘリウムの超流動状態などが挙げられる。一般に、第二種小転移は、ある秩序変数が、秩序無秩序へと転移する現象である。秩序変数としては結晶内の原子配列の、規則化や磁性体の磁気的秩序等、多岐にわたる。二次あるいは、工事の相転移では、化学ポテンシャルの一次動関数も連続であるため、 転移熱は発発生生せず、非体積の不連続転も発生しない。一方、二次相転移では、化学ポテンシャルの二次同関数等は、不連続で、気熱や自家率が転移転で不連続性を示す。その他にも、第二種小点移転付近では、物理量の異常性が現れ、それらは臨界現象と総称される。例えば、気熱が第二種小転移転付近で、 ギリシャ文字のラムダの形のグラフを示して発散するケースはラムダ転移と呼ばれる。5. おさむき